こんにちは、過去す,すごい過去とじチャンネルですけど大分行ってきまして先日 <laughs> なんでこの本を見せるんだって話ですが道ちおしゅうすけさんの「N」って本何で見せたかっていうと地方に行くたびにそこの本屋さんで本買おうと思って1冊だけ思い出とともにこの本を読むみたいなそう まだまだね、僕、先に買ってある、いわゆる積読本がありますので、これを読むのはまだまだ先になると思いますが、これを読むときに、ああ、大分の、あそこで買ったなって、つたやで、a y a で、<laughs> <AY> a で <laughs> 買ったなって <laughs>、思い出せるなと思ってさ、いいなと思って、まあそれだけですか。大分の別府っていうところにね、 行きまして友達とビューンって素晴らしいところでしたね本当に別府って別府温泉ですよだから思ったより空港がちょっと北の方にあるのかな別府から見たらそこからギュイーッといってい入り江の方というかガチャガチャガチャっとなってるこの内ちの方にあるを別府止まった ホテルも目の前がもうウミウミあれは何湾というのか別府湾なのか大分湾なのか何湾なのか分かりませんがウミ温泉大浴場みたいなところも目の前ウミで入りまして、はあ、気持ちよかったなーって思ってね 東京から飛行機で1時間半ぐらいだったと思いますけどでそこからレンタカー借りてもう僕は絶対に車は生涯基本的にはもう運転はしないって決めてますから友達に運転してもろて酔い止めを飲みえー、旅のね音楽をかけながら走るわけですよよき良 <laughs> よきかな 本当にね飯ね大分中ちゅうとだから鳥天鳥天が有名ですよねあと海のものなんだろうな多分基本的にそういうの食べてうどんとかもいっぱいあったからあうどんもならではのがあるんだろうなと思って気になってたんだけどうどんはね何だっけあれすけさんらうどんっていうすけさんうどん あの福岡のさスケさんうどんだっけあれチェーン店ありますよねあれ食った <laughs> なんでなんでだよチェーン店まあでも地域のチェーン店だから地域のもの本当はねなんかもう一個うどん屋さん気になってたところがあったんだけどそこを人が並んでて思ったより待ちそうだなと思ってそこはもうスルーしていきましたけれどもあのカフェ カフェ飯上がってそこで食べたナスの煮浸し定食みたいなやつうますげえナス主役ですからねナス主役小鉢にナスとかじゃないよドーンナスですけどナスが堂々たる主演今まで名バイプレーヤーを務めていたナス氏ついに 主演。え動員入るかなお客さん。入ります。ドーン堂々たる主演。うまかったわ、あれ。で、鶏天も。いろいろつけんだよね。あの、鶏天用の醤油的なソースとか。柚子胡椒そう、柚子胡椒柚子だよ。柚子も有名なんだと思う。あの、あの感じのおしっぷりで言えば。 胡椒つけてピピピピ食べてうまいねピピピピピピピり地獄ピピ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 ピ温泉ピピ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 なってんのそれをテーマパークというか観光用のいろいろ見学できる場所にしてんのよすっごくて もうね、まあ、日もあるんだけど、どうもう、カンカン照りの日に行ったから、まず暑いし、その、地獄巡りっていろんなスポットがあって、ね、青い温泉だ、なんだとか、足湯とかもできるんだけど、とにかく真横で湧いてんのよ。池かと思ったら温泉なの、それ。池じゃねえ温泉なのよ。湖かと思ったら温泉なのよ。もくもくもくって、赤いさ、 赤い温泉とかもあったりしたんだけどそれの熱気がもう顔にウワッウワてくるからもうそれもあってもう観光客の方ねやっぱり海外の方とかも多数おらっしゃいましたけれどもねあそこすごかった地獄巡りワニいんのよワニなんでって思うじゃん 飼育にいいんですって。ほら。熱帯の動物ワニ。だから、水を、が基本的に温かいもので飼育ができるから、適しているからっつって、ワニ飼ってんの。ワニゾーンがあるんですよ。地獄巡りの何々地獄とか言って。ワニ。ヒューほんでさ、名物おじいちゃんだと思うんですけど、 その何々地獄何々地獄とかってあってその一つのスポットでねテレビの取材とかも多いから慣れてるんだろうねそこのスタッフのおじいちゃんちょっとふだん見たらさもうなんとか取締役みたいな多分会長的なかなりお偉い感じの身分書いてたんですけどそのおじいちゃんが僕がねそこで買った湯気で蒸した肉まんとあと美味しいラムネ買って こう飲,飲み食いしするゾーンしようと思ったらおじちゃんがパーってやってきてあそ,のそのラムネの開け方とか言ってこう手を一個上に置いてでもう一個の方でこうこうとか言ってス <laughs> コツを教えてくれるのよこうって周りの観光客の人にでいやラムネぐらい開けられますがなって僕も思ってたんだけどこのおじちゃんの言うラムネの開け方マジで便利で何かってラムネってさうわーって ここをさこうバンってやったらさジュワーって出てくるんじゃん炭酸がガスが出てくるからさそれと一緒に中身を噴出するじゃんこうバンってやった後にしばらくしっかり押さえておくんだとそしたらそのガスがきれいに抜けて水出てこないからって中からうまいやり方を教えてくれてでラムネだからビールビールうーんビー玉入ってるでしょ中にあれとかも飲む時にビー玉が入り口で詰まると。 ああれもまあそういうもんだろうと思って僕はこのね今までラムネを飲む時思ってたんだけどうまいことこのポケットに挟まる場所があるからここに当てるんだとビー玉をそしたら出てこないからって言ってああいうことを教えてくれるので肉まんにもね柚子胡椒醤油かなっていうそこで売っている醤油があるのよそれかけたらうまいから。 ここにコビンが置いてあるからほらって言って強要してくるの <laughs> 半ば無理やり絶対かけた方がうまいからあじゃあちょろってかけた少ないよもっとかけても辛くないから <laughs> もう強要だよんな <laughs> 無理くり全然嫌じゃないんですけどね僕は嫌じゃないけどでばじゃあじゃあ,じゃあお言葉に甘えてじゃあバーかけて。 くって肉まくって確かに全然辛くないのうまいのよこのゆず胡椒醤油ってやつがうまいんだよって、まあ、僕はたまたまうまかったからいいけどあれ多分全部の観光客にやってたらあれ絶対嫌がる人出てくるんであんな,な,な,なんか変なおじさんになんか食べ方指定されたんですけどってなんか食べ方自由にさせてとかって絶対思う人やるから危険な気もしますがあの人はでもあの人当たりの良さというか雰囲気で。 それをカバーしてる感じだね、うん、名物お,おじいちゃんだと思うわあのゾーンの大分、うん、住んでる人いる別府住んでる人いる多分あ,あの人のことだなって言ったことある人はわかると思うもうねすごいインパクト、うん、あーってもうすっごい話してくれてでなーって,言ってピータン温泉ピータンってあるだろう温泉ピータン温泉卵じゃなくて温泉ピータン ピータンってほら卵をなんか発酵させた黒いやつあるじゃん温泉ピータンっていうのがあってえピータンをさらに真っ黒にしたのものかなって思ったら温泉卵卵が温泉の湯気に熱されてそれでピータンみたいに色が茶色く黒く変色するからピータンってつけてるだけで卵だとつまり美味しい卵これもうまいんだよとか言って まあ僕たちあのその後行くとこあったからさ,さらにそれまで食っちゃうとお腹いっぱいになっちゃうからそれ諦めたけど面白かったねあそこ地獄巡り2つだけ巡れなかったんだよね2つのゾーンが少し離れてて車で行かなきゃいけないみたいになって時間が間に合わなくてそれでもう閉園の時間ですみたいになってその巡ったところでピラルクとかいたよもう水槽の中に。 ピラルクあのでっ古代魚,魚みたいなやつ動物の森でしか釣ったことねえ見たことねえやつ <laughs> ぶつもりで見たらあの釣って高くで売れるあのピラルク生ピラルク背骨折れ曲がってたおじいちゃんみたいなあれって普通なのかな不思議なあれは深海魚なのかな深海魚というまあ不思議な思でもフォルムは不思議なた魚が多かったよ あ、こんなフォルム珍しいね珍しいねみたいなのが多くて水族館じゃないけどそういうゾーンもあるのようん地獄巡りっていう中にそういうゾーンが設けてあって面白いで街並みがさ別府のさあの一個ねでかい坂がバーン通ってる通りがあってまあそこ全然大通りだから車とかも行き来してんのよこの坂のゾーンの ままあ、このこれに限らず街並みがえらいこっちゃなんだよすごくいいの風情があって別に温泉街って感じはしないんだよ古い建物が並んでてねとかじゃないのだけれどもすごくきれいにあれは何だろうね近代的ってわけでもないんですよきれいなのよでもその坂降りるところに真ん前に 海がバーッ広がってるから坂降りてる最中にもそこ目の前に見えるみたいなで街灯がこうそう街灯夜景がすごく綺麗でさあの街灯の配置とか不思議だなでヤシの実とヤシの木かヤシの木がバーンって立っててやっぱこの辺は南国だよね僕の地元も種子島だから基本的にヤシの木立ってんだけどああいう感じでやっぱ大分にもヤシの木どんどんって立って。 めちゃくちゃ良かったそこほんでねあの行きましたよ遊園地にも木島高原パークかなガンガンすいてたよかった人がいなくて何やりに行ったかってバードマンこの大分別府に来た理由はもうそれしかなかったの、ね、よ当初はバードマンやりたいってそれだけバードマンって知ってる 動画撮ったから見て、これこういうやつこうやって吊られてブイーンって上に行ってで自分でこの脇についているロープをビュッて引っ張ったらそのままビャーンって落ちてあとは振り子運動を繰り返すっていうこの超怖いアトラクションがあるらしいと恐ろしかったこれね上がってる最中が一番怖いもう落ちちゃえば もうフリコ運動ブランコだから気持ちいいのよ。うわーってバードマンってもうそのまま名前の通り鳥に撫でると。わーん、わーん、わーんってもうたまひゅん、もうたまひゅんだけど登ってる最中がマジで怖い。うわもう思ったより高い思ったより高い。3 0ルぐらいって書いてたかな高さ、うん。バンジージャンプとかやっぱり僕 好きだから、そういう、ジェットコースターとかね。スリルのあるやつ行ってみたいと思って。あ、そう。木製のジェットコースターもありまして。木製の。怖かった、あれも。ガタン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 。木製だからかわかんないけども、引っかかりがもう悪くて、ガタンガタンガタン。すごいスリル。<laughs> 面白かった。でも、バードマン。ああ。 ああいうのいいよねあの 100m 落ちるバンジーのやつやりたかったんですよ本当は大分にはないですよどっか茨城か栃木かとかその辺の話ですけどあれもいつか行きたいなと思いながら「バードマン行けてよかった本当気持ちいいのよああいうのってあれだよねそれでやる前に誓約書書書かされるんだよ死んでも文句言わんでね」みたいな大雑把に言うと「<laughs> 怪我しても文句言わないでね」って「お前がやる」って言ったんだからね はいわかりましたって言ってて言名前,名前書くそのそのレベルのスリルですからねうん僕海外に行ったら絶対に乗らないって決めてるんですよああいうスリルあるものジェットコースターとか何でかって言ったら僕は海外の安全基準を信用してないから日本だけでしか無理ジェットコースターもこういうバンジージャンプ系バードマンもそうだけど 日本の安全基準があって初めて僕はやる、うん、海外の安全基準は信用ならないからもし海外に行ってそういう遊園地行ったとしても僕は絶対に乗らないって決めてんだけどいやー本当に日本は安心安心してまあ事故とかもありますけどねそれで言ったらないとは言わないけど危険度ゼロかって言ったらそりゃ当然違うけどそれでもしっかりと整備がなされているから 日本だけだな僕がこういうジェットコースターとか乗るのすごかったよ木島高原パークは決してディズニーランドとか USJ クラスの大きいテーマパークじゃないんですよねだからあるアトラクションとかもね小ぶりなものがポツ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 なんですけどこの友達と話しててそうだねって思ってたのがその分ねお金がかけられない分 ディズニーとかより分つまり希望感として低い分うまく心を揺さぶって楽しませようとしてくるっていうかうまいこの心理テククニックが用いられてるんですよ、うん、あのバイキングって分かるあの船がさこういう船がグーングーングーンって揺れるやつあれとかも普通のやつに比べたら小ぶりのバイキングがあったのに。 舐めて乗ったの僕らも。え、まあとりあえずこれ飲んべって言って。でね、まあ楽勝しようと思って乗ったらね、このブンって振り幅結構でかくて、その上、ここに安全レバーあるじゃん。あのレバーが結構思ったよりスカスカなんだよ <laughs>。思ったよりスカスカでその、あれこれ、これ大丈夫かなって、落ちないかなってぐらいの。でも大丈夫なんだよ。その絶妙な位置だから、 当然安全レバーだから本当に安全なんだけどでも心理上ちょっとスカスカ具合強くないってぐらいの幅を持たせてるのだから小ぶりのバイキングなのに怖えのよ上に行く時すっごいこの内臓がブワーって上がる感じとかねこのうまいよめちゃくちゃうまく使ってる。 テニックあのね、お化け屋敷も面白かったし、お化け屋敷も人が驚かしてくるタイプじゃなくて、ね、やっぱり機械が作動して驚かしてくるタイプだけど、これもやっぱり、この心理の持ち方とかがうまかったなと思うし、あと、お化けじゃないよ屋敷っていうのがあって、これはお化けじゃなくて忍者屋敷なの。忍者のキャラが、 カトンの術とか言って火吹いたり、まあ火って言っても、ライトで、ライトで引っぽくしてるとか、水の類みたいなやって術とか言って、めちゃくちゃ面白いのよ、これも。あの、巨大化の術とか言って。 バーンって出てくるんだけど、巨大化の術、巨大化したやつが、明らかに小林幸子意識の、あの、紅白の、紅白のあの小林幸子さんみたいな、あの、衣装を着たその忍者が、バーンって出てきて、幸子だー巨大化の術ボボボボボボ、ああ、幸子うまいのよ。あのね、 本当にこういうのは工夫だなって。やっぱり持ってこれない分の予算というか使える分の予算でやろうっていうね。やっぱりリッチな作りのね。やっぱ USJ とかディズニーも最高に面白いけど、この地域性のあるところで俺たちには何ができるんだろうっていうさ。それでこの精神、お客さんの メンタルを逆手に取ってというかそういうさ、バイキングの話もそうだし、あとさっきの木でできた木製のジェットコースターなんか木製って聞いてるからこれ大丈夫かなってやっぱ思うのよ。ガタンガタンするしさ <laughs>。そういうこの不安感の煽り方もうまい。うん。安全を、安全を考慮した上でだよ。だけどその、そう、あの、やらせ方だよなって思う。だから体験のさせ方っていうか持っていき方だなって 思ったわだからあこういうところにもだから工夫があるんだなっておっきい遊園地じゃできない戦い方スズメとかがもう餌もらえるって分かってんだろうね多分もう餌を多分やってんだよ多分やっちゃダメなんだろうけどやってるんだと思うよあの感じのノリだったら多分園内に来たお客さんの食べ物をもらってるんだと思ううん落ちてるやつとかもうね全然警戒してないの 僕らがこの辺でさコーラとか飲んでたらさベンチねもうその辺をチュンチュンチュンって来てさこの辺で「よこせよ」みたいな顔で「<laughs> お前たち何飲んでんの? <laughs>」って顔で近くに来て「<laughs> ああコーラね」っつってパーって <laughs> どっか行くのまた <laughs>「うるせえコーラじゃなくてもあげねえよ <laughs>」こっちはねもうチュンチュン可愛かわいいんだよ スズメがそういうのがいたりとかさあーそういう別府体験でしたね湯布院がほんでもうちょっと行くとあったらしいんだよそんなに遠くなかったらしいの湯布院あだから湯布院も行ってみたかったなと思うけれどもまあぼちぼちいろいろねこっちでもやることがあったのでその辺はまあいつかね行けたらよかったなと思ってで 帰りに柚子つ買って <laughs> 僕、て僕こしょうめっちゃ好きだから、柚子こしょうを2つ買って帰ってきた <laughs>。はい,いや。楽しかったですね。はい、いやー、行きたいですね、旅行ね。どこそこ。バンジーしたいな。はい、そういうお話でした。バイバイ。